作戦計画概要をご説明。全乱作戦、第二作戦海域、第一水雷戦隊アブクマ機関戦闘出撃します。出さないわ。両舷いっぱい。第二次攻撃隊編成できる？じゃあ随時発注してください。そこにいたでしょ、そこにいたでしょ。私だって航空母艦です。いらないわ。そこだ、撃て。僕の戦果が？アブクマ、ご期待に応えます。たとえ最後の一貫になっても叩いてみせます。敵艦隊発見だ。敵は多いぞ。砲撃戦用意、行くぞ。私的にはとっても OK です。アブクマ、ご期待に応えます。たとえ最後の一貫になっても叩いてみせます。第二次攻撃の用を認めます。急いで。
たたちにはまだまだ負けないってことよ。アブクマ、ご期待に応えます。たとえ最後の一回になっても叩いてみせます。第二次攻撃の用を認めます。急いで。大丈夫、いい風が吹いているのだ。そこだ、撃て。ほうだね、そこにいたでしょ。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ随時発進してください。そこにいたでしょ。第二次攻撃の用を認めます。急いで。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ随時発進してください。第一、第二手法いい。撃て。大丈夫、いい風が吹いているのだ。撃て。私的にはとってもオーケーです。アブクマ、ご期待に応えます。私的にはとってもオーケーです。作戦が終了したわ。報告を聞きなさい。艦隊が戻りました。無事に帰島できてよかった。司令官様、ご報告申し上げます。艦隊帰島いたしました。これでバッチリ。何よ、補給。司令官たらありがとう。好きよ。空母龍鳳の本当の力お見せしたいと思います。
しちゃうじゃん。冗談じゃない、まだまだ働くから。はあ、疲れた。帰っていい？僕は提督入電です。よろしくお願いいたします。気に入っていたんですけど。分かったわ、私の力が必要なのね。私的にはとっても OK です。あら、いいじゃない。私の連想法くんの方が可愛いに決まってるでしょ。いい風。あら、いいじゃない。悪くないな。艦隊出撃しますね。好きって嫌いです。作戦計画概要をご説明します。はい。ごきげんよう。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第二作戦海域。艦載機は大丈夫かな。あ、うん、平気。敵艦隊発見。攻撃隊発艦始めてください。逃がさないわ。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。なーに、当たらなければいい。ほーらね、両舷いっぱい。そこにいたでしょ。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ随時発生してください。敵艦隊発見。攻撃隊発艦始めてください。あまり突出すると危険だわ。敵艦隊発見だ。敵は多いぞ。砲撃戦用意。行くぞ。
お待たせ。敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。第一、第二手法いい？撃て。第二次攻撃の用を認めます。急いで。そこだ、撃て。私だって航空母艦です。やります。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。私だって航空母艦です。やります。第二次攻撃の用を認めます。急いで。皆さん、私の指示に従ってください。第二手法、従ってそこだ、撃て。アブクマ、ご期待に応えます。あんたたちにはまだまだ負けないってことよ。どう見てた？ま、そうね、参考にしてもいいわよ。お待たせ。敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。そこだ、撃て。第二次攻撃の用を認めます。急いで。第一、第二手法いい？撃て。そこだ、撃て。私だって航空母艦です。やります。逃がさないわ。皆さん、私の指示に従ってください。私だって航空母艦です。やります。初雪です。よろしく。お待たせ。補給、助かります。軽巡機ぬ、出撃します。重大操縦要艦北上、出撃します。サツキ、出るよ。第十駆逐隊グレカーレ出発。四水船
27区有明。航空戦艦伊勢出撃します。評価してくれてありがとう。うん、いつもの僕とは違うよ。いいんじゃない。へえ、いいじゃない、クラッチ。魚雷大事じゃない。いいね、助かる。こいつ嫌いじゃないぜ。ヒューガがびっくりしちゃうかな。艦隊司令部より入電、よろしくお願いいたします。了解いたしました。了解いたしました。作戦計画概要をご説明します。空母龍宝の本当の力お見せしたいと思います。嬉しい。ありがとうございます。お待たせ。嬉しい、私を強化してくれるなんて。ん、なんだなんだ、なんだって得か。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第2作戦海域作戦要項です。やりましたね。作戦計画概要をご説明。前段作戦第2作戦海域。階層は伊達じゃないんだよ。新しい絹剣山しちゃうよ。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。追撃に移行します。全艦突撃。よ
40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。そこだろ、なめんなよ。まあ、そこはそう、まあそうね。これが従来相関の実力ってやつよ。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。主砲四機八門一戦車、ほらほら、どっからでもかかっておいで。さあ僕の戦い始めるよ。みんな食らえ、ついてきて。ま、待て待てって、四十門の酸素魚雷は簡単じゃないからね。おじさんこっちだ、手のなる本はこっちだよ。四十門の酸素魚雷は伊達じゃないからね。さあ僕の戦い始めるよ。こんなんだ、どうよ、くらえ。随分とかってどうかな。陣形を保ち、いける、臨機応変に行くよ。これが従来相関の実力ってやつよ。おーい、天徳、艦隊が戻りました。無事に帰島できてよかった。これでも艦載機の補修も。司令官たらありがとう。好きよ。第31戦隊、タケ、罰病だ。遅れるな。慢心してはダメ、全力で参りましょう。あの提督、近代化改修ありがとうございます。上々ね。あの提督、新しい艦載機が開発されたとか。近代化改修ありがとうございます。提督の顔見るとやる気が出てくるな。よっべ、減ました。悪い。
りましたね。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第二作戦海域。海藻は伊達じゃないんだよ。新しい絹見山しちゃうよ。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。艦載機があれば私だって。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。ほらほら、どっからでもかかっておいで。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。沈んじゃえ。そこだろ、なめんなよ。てえ、この勝利は訓練の賜物だよね。うん。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。艦載機があれば私だって。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。主砲4機8門一斉射。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。さあ僕の戦い始めるよ。くらえ、みんなついてきて。お兄さんこっちら、天のなる本はこっちだよ。お兄さんこっちら、天のなる本はこっちだよ。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。さあ僕の戦い始めるよ。みんなついてきて。くらえ。随分とかってどうかな、いける。ほらほら、どっからでもかかっておいで。これが従来相関の実力ってやつよ。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。艦載機があれば私だって。炭素砲って何気にわびさびよね。このくらいじゃ絹は沈まないよ。ほらほら、どっからでもかかっておいで。沈んじゃえ。くらえ。僕のこと見直してくれた。まだまだ。おーい、ヘルコー、
やられちゃった。ちょっと急…ちょっとしたけ…これでまた頑張れるよ。艦載機の補修も感謝いたします。やりましたね。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第2、軽巡機ヌ出撃します。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。艦載機があれば私だって。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ほらほら、どっからでもかかっておいで。ああ僕の戦い始めるよ。みんなついてきて。この勝利は訓練の賜物だよね。うん、また頑張る。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。劉邦攻撃隊発艦お願いいたします。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。主砲4機8門一斉射。まあ無礼な。そう、さあそう、ね、僕の戦い始めるよ。お兄さんな、こちらついてきて。日本はこっちだよ。そこだろ、なめんなよ。バカで、ほらほら、どっからでもかかっておいで。40門の酸素魚雷はダメじゃないからね。僕の戦い始めるよ。こんなんだ、どうよ。そこだろ、なめんなよ。ずいぶんと、どうかな、いける。え、また私の戦果が一番。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。艦載機があれば私だって。炭素砲って何気にわびさびよね。待て待てって、まだ沈むわけにいかねえし。待てったら食らえ。沈んじゃえ。お兄さんこっちだ、天の鳴る本はこっちだよ。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。離せよ。これが従来相関の実力ってやつよ。おーい、テルコー
法をご説明します。これでまた頑張れるよ。艦載機の補修も感謝いたします。よっぺ、ヘマした。悪い、ちょっとした怪我よ。でもありがとう。ちょっと飛行甲板を補修するね。ここは譲れません。これは良い機体です。いい装備ね。さすがに気分が高揚します。やりました。これは良い機体です。優秀ね。いい装備ね。さすがに気分が高揚します。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第二作戦。階層は伊達じゃないんだよ。新しい絹見参しちゃうよ。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。劉邦攻撃隊発艦お願いいたします。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。この勝利は訓練の賜物だよね。うん、また頑張ろう。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。40問の3
魚雷は伊達じゃないからねっと。随分とかってどうかな、いける？ほらほら、どっからでもかかっておいで。さあ僕の戦い始めるよ。40万の三世魚雷はそこだろ、伊達じゃないからねっと。てぇぶっ放せ。ほらほら、どっからでもかかっておいで。40本の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。沈んじゃえ。こんなんでどうよ。そこだろ、なめんなよ。主砲4機8門一戦車。ほらほら、どっからでもかかっておいで。また私の戦果が一番なの？どうなの？陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。炭素法って何気にわびさびよね。まあ主砲は、ほらほら、どっからでもかかっておいで。さあ僕の戦い始めるよ。みんなついてきて。こんなんでどうよ。ほらほら、どっからでもかかっておいで。まあ主砲は、そう、さあ僕の戦い始めるよ。こんなんでどうよ。くらえ！まあ、なんていうの？こんなこともあるよね。早く修理したい。僕のことを見直してくれた。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。流砲攻撃隊発艦お願いいたします。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。主砲4機8門一戦車。お兄さんこっちだ。線のなる方はこっちだよ。さあ僕の戦い始めるよ。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。バカせ。お兄さんこっちだ。線のなる方はこっちだよ。40本の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。へへん、僕のこと見直してくれた。陣形を保ちつつ臨機応変に
行くよ。流砲攻撃隊発艦お願いいたします。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。随分とかってどうかな、いける。お兄さんこっちだ、天のなる門もこっちだよ。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。さあ僕の戦い始めるよ。くらえ、みんなついてきて。ぶっ放せ。お兄さんこっちだ、天のなる門はこっちだよ。まあ手法はそう。さあそう、ね、僕の戦い始めるよ。ぶっ放せ。ついてきて。そこだろ、なめんなよ。手法4機8門一戦車。ほらほら、どっからでもかかっておいで。また私の戦果が一番なの？どう？こりゃマジパない。やだやだ、ちょっと。まあお風呂もいいよね。これでまた頑張れるよ。空母機動艦隊出撃するで。戦艦ビスマルク、バツ病出撃するわ。最近の補修も感謝いたします。ほほん、うちのことを大切に思ってくれてる。それはちょっち嬉しいな。ありがとう。行ってみよう。いいわね、ダンク。ダンクシューン。ダンク。
第31戦隊竹罰病だ。遅れるな。雪風、いつでも出撃できます。司令、ありがとうございます。絶対大丈夫。ありがたい。だが魚雷は外すなよ。頼むぜ。いい装備だ。助かる。やっでやるぜ。第31戦隊竹罰病だ。重大操縦要官北上、出撃します。雪風、いつでも出撃できます。総型戦艦山城、出撃します。艦隊出撃する。私に続くがいい。戦艦ガングーと USS バトルシップワシントン、ウェイアンカー、出撃します。Thank you.
近辺五光線機関昇格出撃します。五光線随格出撃よ。USS バトルシップワシントンウェイアンカー。お待たせっぽい。駆逐艦夕立ち出撃よ。綾波出撃します。駆逐艦初風出撃します。ありがとう。これいいわね。助かる。 Thank you so much。 まあいいでしょう。ハラショいいな。これはありがたい。スパシーバ。ダスピダーニャ。ハラショーいいな。新しい艦載新が…よし、いい感じじゃない。姉様より先でいいのでしょうか。近代化階層、これで不幸だわ。姉様より先でいいのでしょうか。提督さんのためなら最高に素敵なパーおい。提督さんのためなら夕立どんどん強くなれるっぽい。
ちらいただきますね。はあ、癒されます。やりました。ありましたね。まあいいでしょう。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第2作戦海域、作戦第31戦隊、竹、罰病だ、遅れるな。見つけたぜ。逃がすかよ。追撃に移行します。全艦突撃。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。よし、一気に決めるで。見つけたぜ。逃がすかよ。ソロモン界のようにはいかないよっと。艦載機があれば私だって。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ファイヤー。よし、一気に決めるで。沈むわけにはいきません。なめるな。ほらほら、こっからでもかかっておいで。酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。私が一番です。見つけたぜ。逃がすかよ。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。艦載機のみんな、お仕事お仕事。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ほらほら、どっからでもかかっておいで。沈むわけにはいきません。なめるな。やってやるぜ。なめるな。やってやるぜ。艦載機のみんな、お仕事お仕事。
鬼さんこっちだ、天のなる方はこっちだよ。艦隊をお守りします。まあ主砲はそう、まあそうね。俺か。ああ。見つけたぜ、逃がすかよ。さあ仕切るぜ、攻撃隊発進。劉邦攻撃隊発艦お願いいたします。単装砲って何気にわびさびよね。キサラギと申します。おそばに置いてくださいね。やってやるぜ。大丈夫、酸素魚雷は
おめでとうございます。作戦成功です。やったー、やったで、うち大活躍や。褒めて褒めて。次の作戦海域の攻略が可能です。ふう、帰ってきたぜ。